美しの湯。はい、暑いけど。はい、暑い。めっちゃ暑い。風がないから、暑いな。あそこ、これビール飲みたいけど、多分危ないな、ビール飲んだこれ。この辺でビール売ったら売れるかも。まあ、この辺コンビニがないからな。暑いから人いない。ね。全然いない。全然いない。全く。こんだけ暑かったらみんな家にクーラーかけて家にいるかもな。毎日昼間歩いてんな。もう慣れてきた。でも暑いのも。でも危ないのは暑さじゃなくて。ないから全然気持ち悪い感じはあんまりしないっすね。暑いのは暑いっていうか、ね、なんか明日雨降るとか言ったらどうなんですかね。最近天気予報ゴロゴロ変わるんで。ゴロゴロじゃない、コロコロか。今度って20キロぐらい歩こうかなと思いましたね。まあ、多分4時間ぐらいですか。まあ、休憩入れつつやって、まあ、どっかのサウナで突撃しようかなって。まあでも、でもめっちゃいい天気ですよ。めっちゃいい天気。はい、ちょっと水分補給するんでね。はい、また、チャス。今日も散歩してますね。いや暑い、暑さがやばいですね。見えますかね、ちょっとのあれなんですよ。全部暑い、めっちゃ暑いですよこれ。だったら歩かなければいいって話なんですけど、歩いた後の水がうまいです。水が本当はビール飲んだ方がいいっすけど、ビールの方がうまいんですけど、まあビール飲むと水分補給にはならないんで、はい。これで、ね、いつもの橋の上に来るんですけどね。もうちょいだ。もうちょい。チチチチッと。これでいつもの、川の前ですね。皆さん水分補給はちゃんと取りましょう。めっちゃ暑いねこれ。熱中症になっちゃいますから。じゃあそんな感じで。どこ？ゆ。あのね、瓶ビールね、氷で、氷の入った水でガラガラってやったら、
その後に冷蔵庫入れた方が冷えますね。はい、それは後でやります。はい、冷たくなれ。これは言えるな、これは、うん、おお。これ冷えるでしょ。うん、これただ上手の音を感じる。まあそうですね。ロケンの